バッターあたりはピッチャーが抑えます。先頭バッター平沢を打ち取りました。ワンアウトです。セカンドワンバウンドをちょっと走って二塁アウト。一塁は打ち上げました。レフトが追いかけていって掴んでスリーアウトになりました。2球目まっすぐ打ち上げました。ライトが出てきます。セカンドも下がりますがライトが抑えました。ライトが出ました。強い当たりですがセカンド正面です。浅村が少しこう深めに守っていました。そうなってからチェンジアップを初めての球を投げました。ショート山崎剛、一塁に送られてスリーアウトです。高めになりました。先頭の和田三振でワンアウトです。最後の何でしたかね。やっぱり高め振らせました。2者連続三振です。ちょっとバッターの目線を変えるような球を使って、そして高めで空振りを取りました。打ち上げてショートです。高く上がったからレフトが出てきます。石川です。ファーストです。正面のゴロ。自ら鈴木大地キャンパスの本店このヒッツです。初球セーフバウンドしてきた。ピッチャー取ってベースカバー浅村入りました。ワンアウトです。初球セーフティーバントをこれ出したまだと思うんですけども、高め振らせました。はい、うまくのスピードの差を利用して打ち取っていくと、当てさせるようなバッティングをさせていきたいというところだと思うんですけども、これは打ち取りました。そうですね、ショートハーフバウンドで初球からいきます。これも打ち上げました。ショート下がってレフトが出てきますが、レフトに任せます。これも打ち上げました。セカンドが下がっていきますが、センターに任せます。ライトに上がった球団下がりバント、下がってライト取った。島内が1本打ち上げました。フラフラッと上がったフライはショートが下がってきます。セカンドです。二塁でアウトを取りました。ショートです。打ち上げてショートが手を挙げています。山崎剛です。センターが下がっていきますが、辰巳が追いつきました。スリーアウトになりました。そして今場内では岸孝之通算150勝、これがアナウンスされて、そして記念のボードを高々と掲げています。去年から岸投手はこの150という数字が見えていて、もう記者の方にもそのことはこう何度も聞かれていましたけれども、はい、本人も本当にそこはもう意識しながらやっていきますと力強く去年から言っていたこの150勝、今日ようやく到達ということになりました。そうですね、まあ、今年入っても4回目のチャレンジでというところでね、まあ、もちろんチームメイトのプレッシャーもあったと思うし、中継ぎ投手も、ね、プレッシャーあったと思うんですけども、一番、ね、嬉しいのは岸投手ですからね。お疲れです。スタンド、そして全国のイーグルスファンの皆さん、お待たせいたしました。ヒーローインタビューです。今日のヒーローはもちろんバッテリーのこの2人。まずは今シーズン初勝利、そして通算150勝達成、岸孝之選手です。ナイスピッチングでした。はい、ありがとうございます。
みんなが待ち望んだ150勝、これをつかみました。率直な思い聞かせてください。去年から150勝を目標にと言ってきて、だいぶ時間かかってしまいましたけど、選手みんなすごくプレッシャーかけてしまったなっていう思いもあって、なんとか早く達成したいという気持ちでいたんですけど、まあなんとかやっと達成できてほっとします。ありがとうございます。150勝を目の前にしてから今日までどんな思いで登板を重ねてきたんでしょうか。いや、いつもと変わらないですけど、本当に中継ぎのみんなにさっきも言いましたけどプレッシャーばっかかけて、いつものなんかピッチングできてないなと思ってたので、まあなんとか直接抹茶につなげようと思って今日は頑張りました。結果8回97球粘りのピッチングでした。ご自身のピッチング振り返っていかがですか。まあ本当銀がなんかいまいちな中よくリードしてくれたと思いますし、本当は最後も投げたかったんですけど、まあ良かったです、勝ったんで、はい。隣の隅谷選手とは長年バッテリーを組んできて、今日はどういったやり取りがあったんでしょうか。いや、特別ないです。100勝、そしてこの150勝と、まさかね、銀とまた組んで達成できるとは思ってなかったので、すごく嬉しいです。守備だけではなく5回、8回と打線でも援護がありました。隅谷選手のバッティング、どうご覧になってましたか。まあ、銀もバット持ってるんでね、振ったらそれはたまに当たるんで、まあでもすごく心強い僕のなんだろうパートナーというか、はい、僕のことをよく分かってくれてるキャッチャーの一人だと思います。そしてこの150勝を地元仙台で東北でファンの皆さんの前で達成できたこと、どう感じてますか。いや、もう最高ですよ、はい、ありがとうございました。岸選手の好投でチームはカード頭を勝ち取りました。これからの戦いに向けて一言メッセージお願いします。はい、これで終わりではないので、まあ、僕自身ももっともっと勝てるように、みんなの力を借りて、そして皆さんの声援を力にして、また皆さんの声援をお借りしてもっともっと勝ちたいと思うので、これからもよろしくお願いします。おめでとうございます。岸孝之選手でした。続いて攻守で大活躍、隅谷銀次郎選手です。まずは2安打2打点ナイスバッティングでした。バット持ってるんでね、何が起こるか分かんないんで打ててよかったです。まずは5回の場面振り返らせてください。1点差に迫られた後で追加点が欲しい場面でしたが、どんな狙いで打席に向かったんでしょうか。ノーアウトでランナーサードだったんで、剛が、チャンス作ってくれたんで、絶対俺で返してやると、そういう気持ちでしたね。バット持ってるんで。そのバットで今日はマルチ安打という活躍、そしてキャッチャーとしても岸選手を好リードしました。これについてはいかがでしょうか。本当今シーズン、150勝かかってから4試合もかかっててしまったんですけど、まあ、本当に、なんとか早いうちに達成させてあげたいという思いがありました。この状況でもう僕の話はいいと思うんで、一言だけ、岸さんも今年39になりますけど、岸孝之はまだまだ進化していきます。200勝目指せ、頑張ってください。ありがとうございました。